デカキン TV レディーゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パク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 、イエ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 イ。ということで今日はゲストにこの方が来てくださっています。こんにちは、ハイジーです。いただきます。いや、早い早い早いよ。あとエイパフの時お前ヤバい顔してたろ多分。やめろよそういうの、俺気づくから。あの時間ないものとしてますからということで今日はですね、なんと巨大唐揚げやりました。ちょっと今日紹介する唐揚げがこちら。ブシッパンポンシコーン巨大唐揚げ。はい、というわけで食べていきましょうかね。はい、じゃあパンポンシコーン。はい、パンポンシコーン。当たんないようにやってください。はい、はい、バカ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 そんなしねえだろ。顔をもっと近づけた方が分かる。ほらこれだ。この部屋がですね、本当カップルシートだからムーディーにするために暗いんですよね。男2人で今こっちに並んでね、ソファーで作ってますけど、店員さんどう思ってんだろう。これ店員さんにこの姿もう見られたくないもん。見られたくない正直。ちょっとこれさ、分かりやすい。これほらメガネと同じ大きさ。そうだよ、俺もメガネと同じ大きさ。こんなレビューある。これしかも550円ですからね。安いよ。あ、おいしいね。ジューシーだよね。うまっ。なんだこの光景、青鬼みたいな。これハマっ、ちょっと待って、ちょっと油垂らしながら今これの上でカス散らしながら食ったり。いやいや、しょうがない。だって見せなきゃいけない。これだとこうやって見えないでしょ。見せなきゃいけない。見えたじゃん、今ちょっと。ちょっと見えたじゃん、ほら。見えてんじゃん。いや、まあ、そっか。悪かったな。まず入り口になるような看板メニューが1個あるだけですごくこの店のグレードが上がるよね。でも確かに確かに、これがあるないで、この腹八分目、あ、この海峡さんのね、間違えてんだもん。もうイメージないじゃん、もう全然。入り口でつるってサムネイルだから、これは。あ、そうなの。これサムネイル YouTube と一緒なの。最近一緒なの。最近講師やってるからそういうの多いよな。講師っぽく喋るの。うん、こいつまた喋んなくなった。おい、こいつまた始まったな。味のレビューまだしてないからさ、味がしょっぱいとかさ、甘辛いとかそういうのまだ言ってないから。最悪です。ナプキン食べちゃいました。ナプキン食って最悪だよ。最悪。自分がやってんじゃん。ただもん言ってよ、そこナプキンだよって。これ食べてみます。これ一回置いて、これエビセンもちょっと宣伝しないと。宣伝しないといけないの、これ。うん、どう。おい、デブ。デブ、おい、お前、エビセン食わしてて俺のチキン食ってんじゃねえか。なんぞのフェイント。ペース配分ってあんじゃん、なんか自分の腹の中のさ、脳みそでさ、まだあと1個食えるよって理解しながらちょっとこれ楽しんでたのにさ、これ聞いて。俺ほんと食いたかったのに。待って、唐揚げ俺大好きなの。ぜひ皆さんも食べてみてください。うるせえよ。お腹の周り皮下脂肪、鼻から上だけはヒカキン。ツイキャスで言われました、お前は音の出ない人。毎日楽しみにしてます、皆さんからのコメント欄。朝起きてみると書かれてた、お前は森に帰れよデブ、ファキュー。